ようございます。おはようございます。おはようございます。油断起きました。ちょっとほんまに二度寝してる場合じゃなくて、ちょっと待って、ここに置きたいんだよね。ちょっと置いて配信したいね。置いて配信したいんですけど、ちょっと待ってね、置ける場所を探すね。置きたい、置きたいの。おはよう。おはよう、来てくれてありがとう。ちょっと場所を探すね。置けるかな。準備をするぞ、ゆうなんは。よっ。え、あ、ここでいっか。できた。おはよう。今日はこの枠しか配信ができなくて。こんな寝起きで配信することない。おはようございます。今日は おはようすぎて大丈夫かな。ちょっと血色がないからリップを塗ります。ありがとう、朝から来てくれてみんな。ほんまに嬉しい、ほんまに嬉しい。スクショ禁止か。うん。よかった、8時に始めて嬉しい。みんなしかもめっちゃ来てくれてる。ほんまにありがとう、ほんまにありがとう。たくさんありがとう。おはよう。起きてもう この何時、この5分間で起きてよかったと思えた。みんながめっちゃ来てくれて、もうこの寝起き5分で今日は起きてよかった。ちょっと公園あるし、ちょっとだけメイクしとこうかな。メイクした方が楽だよね。おはよう、おはよう、おはよう。え、ちょっと皆さんギフトありがとう。カメリアケさん、たまごサンドさん、熱男さん、マクフライさん、カンさん、
クマハリンボスありがとう。カメリアケイさん、編成風さん、ウータン、マキマキさん、キノコナカパパさん、ありがとう。シゲチャさん、おはようございます皆さん。今日はこの枠しか配信ができなくて、朝起きて配信できるかなと思われます。バババさん、ありがとう。クマミンさん、タケシーさん、マモちゃん、ワールさん、ありがとう。クンさん、コーヒーさん、たまごさんさん、山勝ありがとう。コウメさん、ニセコさん、ボジハメさん、ベジックスメシさん、え、本当にさ、でも40、今日20配信始める20分前ぐらいからアラームかけて、もうパッと起きて、みんなが待ってるって思う。もう朝起きてもうそのことしか考えてなかった。だからパッと起きて。カムカムさん、リンボスターありがとう。ヤスベさん、カムカムさんありがとう。それでみんなが活力になって起きた。そう、あんまり大きい声では配信できないけど、そう、朝だからね。おはよ。そう、ギリギリまで攻めたけど、ちゃんとプルルルルって感じ。そう、床にお座りしてる。お座りだよ。ここがね、一番なんかあんまり映らないところで一番良さそうなとこだった。え、6時から待ってた、優しい。一人部屋だよ今日はね。一緒の部屋の子はいなかった。確かに言い方が犬みたい、お座りって。ありがとうみんな。平成風さん、カメリアケイさん、ウータン、キノコのカパパさん、たくさんありがとう。マクフライさん、ありがとう。ウサミックさん、ダルマありがとう。アンバさん、タロイヌ46さん、ちょっとアルフォートありがとう。皆さんギフトありがとうございます。ズボノシンさん、ファイトありがとう。ティカありがとう。カレカタさんありがとう。てんてんてんさん、黒白さんありがとう。ちょっとこの寝起き感っていうのはどうしたら、どうやったらちょっと治るんですか。でもこれ部屋の電気つけてないんですよ。部屋の電気つけてなくて、この明るさすごい、私のお家ではありえない。私のお家ではありえないぐらいの明るさしてる。さすが東京、同じだわ。日が差す。え、顔洗ったんですよ。顔、朝40分に寝起き感がいい、あんまり寝起きで始めないんだけどね。本当にこのままで大丈夫、みんな優しい。みんな優しい。そう、顔洗って40分、私の今日のモーニングルーティン聞いて。今日のモーニングルーティン聞いて。今日起きて40分にアラームかけて、配信僕たいって思って、もう目がもうガン決まっちゃって、朝起きた時から。でもそう、早く起きなきゃってなって、もうで、おはようポストして41分。
7時41分40分にアラーム、目覚めて41分にそうそう OKOKOK って確認しておはようポストして、でちょっと寝て5分ぐらい寝て、あ待って待ってアラームで起きて一回ちょっと一回こうなったけど、あーってなちょっと我を取り戻して起きて顔洗ってたら結構時間かかっちゃって55分ぐらいになって、そうこうやってやってコンタクトぶち込んで、そう前髪だけドライヤー、えみんなそう今日髪の毛何もしてないんよ、寝癖がつかなかった今日ラッキーそう一回ちょっとポストして 3分から5分間ぐらいもうちょっと一回ちょっと待ってて思って一回ちょっとこうやってああみたいなそうコンタクトぶち込んだ。はじめまして、今からお察しする。嬉しい今から押してくれるの最高、寝起きでも可愛いってくれるのみんなぐらいだよ、優しい。5時に起きた、素晴らしい。40秒ぐらい体感40秒で支度したよ、美肌感、そうちょっと肌白いんです、出張感は絶対に背景のせい寝起き感がいいのみんな優しい。舞台楽しみだね、私も楽しみ、可愛いからだるまあげる、嬉しい。だるまのイベントが明日の22時までですが配信できそうです、えできるんですよそれが、明日オンライン話し会で、オンライン話し会でねできるんですよ、オンライン話し会が終わった後はもう家に帰るだけなので絶対に配信するから、その時間は明日はその時間は絶対に配信するから、彼女と起きた感じでいい？ちょっと私はショールームで寝起き配信というのは絶対に避けてきたものなんですけど、そんなみんなが言ってくれて来てくれて嬉しい、ほんまに嬉しい、ありがとう。小島さん結婚してありがとう、メリー。待って今 I love you のくまちゃん、たそがりさんまたいつもありがとう、くまちゃんのやつ嬉しい、ありがとう、おはくまおはくまサンダイナーさんありがとうもうカメリアケイさん、キノコのカポコさん、編成夫さん、ウータンタクさん、誰もありがとう、翼太陽さん、ありがとうございます。ひろひろさん、バオバブさん、まるともちゃん、草刈りきさん、やすべーさん、おはよう。朝配信おはくま、これからはたまに寝起き配信期待してます。そうだね、たまにね多分自分が多分全泊とかなんだろう、これからお仕事があるっていう時にいつも切羽詰まってるから配信することはあんまりない気がするわざわざねこうやって起こしてくれてありがとう、みんなほんまに嬉しい、起きれて嬉しい。早く予算もの得ですかとか言って朝5時とかじゃないっていうね、まだ7時半ぐらいなんですけど、
おはようます元気さん、たくさん頑張ってありがとう。 たくさんじゃないのか、頑張ったのやつありがとうたくさんですよ、ありがとう。おはよう、おはよう、おはよう、みんなおはようなんだ。なんで床で配信してるか、ここが一番なんか落ち着くからでーす。ちょっとこっちに移ろう。素晴らしい、みんな早起きで。パップさん、カメリアケイさん、クマハ、イノセンスさん、ダルマありがとう。誕生日の人、アルフォートありがとう。ちょっと待って待って待って、ダルナン、もう今日もダルナンってなった。定期的に寝起き配信してほしい。ん、まさかずさん、そうだ今日誕生日だ。うわ、来てくれたの昨日。そう、コメントで誕生日って教えてくれて、まさかずさん誕生日おめでとう、言わせてくれてありがとう。おめでとう、ハッピーバースデイトゥーユー、まさかずさん素敵な一日にしてね。ね、すごい、おめでとう、来てくれてありがとう。配信に、おはよう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 、ね、おめでとうだな。朝からみんなとお祝いできて嬉しいよ。すごい、みんながそうおめでとうって言ったコメント見てるかな、まだ見てくれてるかな。うん、ミシェルボーイさんありがとう。ミラーボール、ユナも東京公演出演おめでとう、ありがとう。あ、見てくれてる、ユナありがとう、1年になります、よかったよかった、おめでとう、素敵な1年にね、よかったよ、よかった。 FJ さんありがとう。コージパンさんありがとうございます。やじうまさん、あんばさん、メープルさん、ミシェバイさん結婚してありがとう、無理。イノセンスさん、バーバブさんありがとう。それでは部活の送迎に行ってきます、ありがとう、ありがとう、来てくれて本当に来てくれて嬉しかった、ありがとうたくさん。ちょっとじゃあ4位ウータン読んどこうかな。4位ウータンありがとう、だるま気をつけてね気をつけて行ってきてね、ありがとう。コピー機壊れた、大丈夫今日。え、昨日ねリア中が沖さんと行ってたよ、ご飯に。そう、東京だから会えるんじゃないかな。おはよう、そうみんな朝だから切羽詰まってない、大丈夫。私は朝は切羽詰まってるんだけど、今ちょっと心に余裕ができた、朝早く起きたから。え、私の予定では9時、15分ぐらいまでは配信できそうなんですよ。もう本当にもう配信切りますんで、ババ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 バってやったら15分ぐらいまで配信できそうなので、ちょっと15分粘りたいと思います
そう、朝から攻める。あ、そのじゃあその後に出発します。優しい、合わせてくれるの。忘れ物専用気をつけて。そうよ、ギリギリ何言うなんよ。みんなみんな来てくれて本当に嬉しいから、もうそう片付けとかもうバーバーバーバンってやって出ようと思います。え、小鉄さん、すごい、小鉄さんハートありがとう。固定中編集さん結婚してありがとう。んありがとう。無理、定期的に混ぜてくるのおもろい、おもろいからありがとう。ヤンシギヤキさんありがとう。結婚してもうなんかもうシルバーダルマのちょっと定期的にあの紛らわしてくる方ほんまにおもろい。ミシルボーイさん結婚してありがとう。無理無理、また結婚してありがとう。無理、おはようおはよう。いろんな服を引き寄せるすごい笑顔な気がする。あ、この子はこの先幸せしかない。何このコメント、何、なんかなんか嬉しい。なんか嬉しい、ありがとう。そうよ、寝起きは、ね、あの寝ぼけて結婚してくれそうって。私寝起きでも寝ぼけてないから、今日は今日は寝ぼけてないから結婚しないかな。今日髪型悩んでるんですけど、クマにしようかな。クマにここのクマと一個のお団子とめちゃくちゃハーフアップと高めツインテールとで悩んでる。いや全然決まってないんかい。東京最先端のヘアスタイル。確かにあのアイドルファイルさんの表紙の時みたいな、このもうピュンピュンピュンみたいな感じにしてもらおうかな。めっちゃ最先端だね。そうそう、ありがとう、みんなありがとう、ガチさんありがとう、よしくん、エビ様さん、浜屋55さん、平成風さん、ピノさん、ありがとう、リン太郎さん、クモ愛してる、ありがとう、おはよう、おはよう、朝だよ。え、なんかちっちゃい頃ね、ベネッセのさ、なんか目覚ましみたいなのがあって、コラッシュの目覚ましみたいなのがあって、結構多分私たちの世代の人たちは持ってる方がいるのかなっていう感じなんだけど、コラッシュの目覚ましね、なんかおはよう朝だよみたいな、マジでもうマジで起こされて記憶に残ってる。おはよう朝だよ、おはよう朝だよ。アラームだからさ、アラームだからさ、しょうがないけどさ。そう、ほらやばい。そう、一生言われるの、おはよう朝だよ、おはよう朝だよ。そうそう、おはよう朝だよ、今日も頑張ろう。そう、そんな感じのイントネーションのやつ、今日も頑張ろうか。そう、やっぱアラームって朝だとちょっとイライラしちゃうところもあると思うんだけど、コラショが起こしてくれてました。おはよう朝だよ、今日も頑張ろう。みんなおはよう、ユナのそのモーニングコール欲しい。おはよう朝だよ。
おはよう朝だよ人声でしょ、ヘラヘラすんな。そう岡山よ、ベネッセは。今日新幹線で通った時、今日じゃない昨日新幹線で通った時にさ、ベネッセがあってひーちゃんと隣に座ってたんだけどね、ベネッセ側に座ってたのよ新幹線で、そう景色見ながら来た。おはよう。ちょっとメイクしようと思ってたけど、みんながこの寝起き感がいいって言うから、ちょっとこのままにしておいておく。確かに STU の目覚まし時計、私はノイミーさんの目覚まし時計を使ってますけど、でも推しメンの声で起きれたら幸せな気分で起きれるよね。ユウナもコラシャ分かるせ、コラシャ分かるよ、コラシャ分かるよ。赤いランドセルのウサギでしょ、こんな感じの、あれランドセルなんだよ、赤いランドセル。ユナンボイスで目覚めとけ、欲しい。おはよう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 って感じですね声もこのままでお願いします。絶対に出れませんね、これじゃハスキーボイスになってる。嘘、ちょっと朝だからワントーン低めかも、ちょっとだけね、なんかちょっと声ハスキーボイスとか、ちょっと声低めって言われたら、そのコメントを読むときにさ、ちょっとワントーン低めになる。そうだよねそうちょっと低めだよねみたいな。そうでもちょっと低めですしね。それはあれかも、加入した時、オーディションの時ぐらいから結構言われてたかも。ゆうなこの声が落ち着く、本当しっとりボイスなの確かに、でも寝起きに優しい声かもしれない、ちょっとだけね。ちょっとなんか枕が気になってきた枕が気になってきたな。よし、こうだろう。もう枕、ここは何なんだってなりそう。ベッドだとは思わない。ママちゃん、ともあきさん、ありがとう。カメリアケイさん、たくさんありがとう。小児版さん、結婚して。寝ぼけてるから、わからない。ありがとう。安部さん、ありがとう。巨大な豆腐に見える、やばい。巨大な豆腐に見えるんかい。おはよう。ミチルボイスさん、結婚して寝ぼけてるからわかんない。ありがとう。寝ぼけてるからわかんない、いい言い訳ですね寝ぼけてないけど。あ、なんか今日初訪問の方がね、結構来てくださるから、ぜひイベント参加中なので応援してくださると嬉しいです。新しい時間っていうか、あんまりこの時間に配信しないから、やっぱ初訪問の方とかめちゃくちゃ多い。30分経った、嬉しい。そうやって言ったらフォローしてくれるみんな、ラブナンユーナンご新規様入会特典として漏れなくキュン
漏れなくキュン。あ、僕対サッチの仙台さん行きます。そうね、近いから26、今日が22で26がサッチの生誕祭。そこのビスのイベントが25日までなので。あ、フォローしてくれたキュン、あなたに送ってるよ。漏れなくラブだよ。子さんさん、子さんさん、この子さんの方はもうずっとフォローしてくれてありがとう。キュン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 。これはわ、これみんなに送ってるよ。すっかり目覚めてる感じする。イエーイ、おはよう。あ、リチャさんありがとう。コイン無料集めたから投げるねって、ありがとう。嬉しい嬉しい。星野まさきさんありがとう。おはみよおはみよ、朝13,000、このことかな、盛り上がりどすみたいな。ありがとう。あ、このイベントからフォローして、もう漏れなくキュン。漏れなくキュン、漏れなく。初見の方ぜひフォローしてくださると嬉しいです。個人 X もぜひぜひ。あ、フォローしてくれたキュン。キュン送ってるね。朝からたくさんの方が来てくださってほんまに嬉しい。そう、今日はね、あの公園で朝から一日中動きっぱなしで配信ができなさそうなので、そこの枠だけなんですよ。ちょっとリップだけ塗って血色感出すっていうのはどう？さっき、あ、待って、こっちを見せるじゃない、ハートのやつ買ったんです、これ。ちょっとだけ、ちょっとだけピンクになって顔色がよく見える。肌がちょっと白くて、肌で白くしてるのは自分なんですけど、肌が白くて、そう、いつも日傘さして UV カットのやつ着て日焼け止め塗ってるのは自分なんですけど、白すぎてあのちょっと顔色が悪く見える時があるので、ちょっとリップブルブルになった。自分唇カサカサにならない人間なんです。いつも保湿されてる。あ、またフォローしてくださる方がいた、キュン。キュン、漏れなキュンがつきます、フォローしてくださった方。嬉しい。ギフトも皆さん、キラキラ星もたくさんありがとう。ありがたい、ほんまにほんまにありがたいです。感謝が止まらない。ニコン行きます、前乗りかな、前乗りだよ、楽しみ。ユナ見つけてね。ワンツースリー、チャイムなったらって感じです。楽しみ。コージパンさん、かわいい、ありがとう。ノンタンさん、ありがとう。 FJ さん、あ、子さん、僕は子さんですかっていう質問、似たような質問なんですけど、あの全然、あの子さんと思ったら子さんですね。はい、もう今からでも全然大子さんです、ほんまに。ありがとうございます、ありがとう。だからこんな美肌なの、なんかね、肌、顔は日焼け止め塗ってないんだけど、なんだろう、え、ちょっと、あ、またフォローしてくださった、キュン、困るな、キュン。バーカー、新規、新規と思ったら新規かな。そう、自分、やっぱボーダーラインは自分ですね。こちらのポーチ、エピルさんのポーチ使っております。これ日焼け止め、これ使ってるんだ。私本当に日焼け止めでベタベタするのが嫌いなんですよ。だから日焼け止め塗れなくて、そう、だからもうこれめっちゃいい。これね、ミストタイプになっててね、シュッてするだけでいいの。なんか日差しが差し込んでるから、
ういう感じで目に入った。それは目に入りますよ。目に入った痛い。朝だからそれ目に入る。もうちょっと遠くからまたもうちょっと遠くからやってください。そうミストタイプになってる。めちゃくちゃ暑い、ここやばい痛い。んこれ、これ日焼け止め、これ塗らなくていいの、伸ばさなくていい。バルスやばいバルス目大丈夫。ちょっともうちょっと本当は話してからやってください。ちょっと痛い。首とかにねこうやってやったら首とかは髪の毛とかにも使えるらしい。あ、顔に塗布する場合は一度手のひらに出し少量ずつなじませる。この使い方はほんまにやめてください皆さん。ボーダー、ボー、何？重要の線引いてあるわ。顔に塗布する場合は、すいませんすいません、あんま良くないこと配信しちゃった。切り抜き NG で切り抜き NG で。なるほどね。顔はそう直接かけないね。顔はちょっとなしてこうやってなじませて。でも肌とかにやる場合は10から15センチぐらい離してやったらいいらしいです。でもこれめちゃくちゃ楽で最高。首とか結構焼けがちだからちょっとやっとこう。日焼け止めってちょっと前ぐらいに塗り始めるのが良さそうだからね。これほんまにいい。クリームじゃなくて手汚れないからね、最高。それ買う？そう、あの多分ね日焼けの面倒って思うじゃん。これめっちゃいい。これしか使ってない最近。そのシリーズのコーナーに、え、そうそう、ビオレのコーナーにある。詳しい？あの目全然大丈夫でした。はい、皆さん心配してくれてありがとう。あ、またフォローしてくれてありがとう。キュン、あ、キュン、はい、キュンを届けた。フォローしてくれてありがとう。嬉しい嬉しい。カメニアキーさん、ヘイゼフさん、キノコのカパパさん、ヤンシギアキさん、ワールさん、トノサマドラゴンさん、ユートダヨンさん、ともあきさん、やすゆきさん、あみたさん、のんたんさん、ありがとう。朝からこのボリューム大変。そう、でも朝、まあホテルだし、ホテルって結構声聞こえるよね。ホテルだし、みんなも朝だからちょっとだけ静かめな声。なんかさ、ちょっとさ、これ今部屋電気つけてないんだけど、電気チャレンジ、あ、お、めっちゃ、いや、これつけな、みんな、これ変わんないな。何もつけない方がいいやん。何もつけないでいいでした。なんかオレンジっぽい照明が、ホテルって大体そうよね。ちょっと明るくなった。おはー、おはー、おはよう、おはようね。ちょっとオレンジっぽくなっちゃう。自然光でいいですね朝は。おはよう。相変わらずかわいい、優しい、ありがとう。優しいコメント好き。
昼休みさんありがとう、ヘンセフさん愛してる、ありがとう。定期的にね、結婚して結婚しない、ありがとう。もうすぐ3333フォロワー、すごい。みんながフォローしてくださるから、ゾロ目、ゾロ目だ、ゾロ目。なんか良さそう。3333、あれ、私最近フォロワーさん何人だったんだろう、そんな言ってたっけ。ありがとう、そのままで可愛い、優しい。みんなすっぴんが好きなのね。朝から可愛すぎ、優しい。あ、NM48 さんの頑張らぬ愛見ましたよ。見ましたっていうか、なんか X で流れてきた。見ました。もうあの衣装の感じとか雰囲気とかめちゃくちゃ好き。音楽をかけられる部屋には泊まったことありますか？え、どういうこと？音楽をかけられる部屋とは。いい色みたいよ。そして今パジャマさえ、あ、これパジャマだと思われてる。パジャマじゃないです。確かに、でもここで開けるからパジャマだと思うよね。ゆうなんが一番可愛い。本当に本当に今日は何しようかな。牧体公園当日券ないかな。ないかな。もし迷ってたら、明日オンライン話し会9月23、おしまし、できないできない。え、来てくれようとした、もしかして、もしかして来てくれようとしたの？でもまだ残ってるので、オンラインお話し会追加枠があってですね、ありがとうございます。来てくれたら嬉しいな。またあ、4位になった、すごい、ありがとう。みんなありがとう、嬉しい、来てくれてありがとう。そうなの、今日この枠しか配信ができないから、あと何分、あ、私がボン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 っていう感じで準備をするので、みんなが来てくれてるので、ちょっと9時までの予定だったんですけど、9時15分ぐらいまでちょっと粘りたい。9時10分ぐらいまで壇上を読んでに、ちょっとだけ延長します。ちょっとだけ延長する。そう、今日あとこれだけしか配信できなくて、あとは牧体公園の東京の公演頑張ってきますね。そう、ちょっと延長。プチ延長やった。遅刻はしないよ、もう全然。ちょっとゆうなんが余裕持てるぐらいで15分に終わることだから全然いける。15分、もうワンチャン20分でもいけるぐらい。あ、ゲリラ、え、ね、もしかしたらね、でもこんな本当に適当なことばっかりは言えないんですけど、やっぱ言わない、全然時間ないからやっぱ言わない。ワンチャン公演の間にね、1部と2部の間に2部の間にできるかなって思ったんだけど、間が1時間ぐらいしかなくて、1時間ぐらいしかなくて、そこでワンチャンできるかなって思ったけど、そう言わんといつつ言うんじゃん、こうやって
でもないできないと思う絶対できないと思う、ゆうなのことだから。15分もねできない、間がもう結構一部と二部の間も全然なくて、そのもう 1% ぐらい1% ぐらいの確率でやるかな。そのもうワンチャン3分とかでもできたらやりたいけど、もうどうかわかんないな。そうタイトなんです。そう一応ね、一応3もしあったら、もし3分とかだけでもできそうだったら、ちょっと私はマジで急いでメイクとかして、メイクとかっていうかメイクはやってるからメイク直しとか、もし時間がありそうだったら、あとできそうだったらやろうかな。でも絶対もうほぼ確で、今日のこの配信枠の枠はこれで終わりなんですよ。影穴中に配信やばい。影穴今日誰なんだろう東京来る今から今から来てくれるの、森森さん、カトルさん、カメリアケイさん、チョウケチさん、ありがとう。今めっちゃ頭の中で息をする心が流れた、なんでだろう。 FJ さんありがとう。だるまめっちゃ今頭の中で息をする心が流れている。 FJ さん結果して無理無理無理ありがとう。無理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 、一個取り消しで。たくさんだるまもありがとう。きのこのかっぱさん、カメリアケイさん、編集さんありがとう。やすべさんありがとう。あ嬉しい、フォローしてくださってる、キュンキュンありがとう。そうシャツホームの方ぜひ応援してくださると嬉しいです。キラキラ星皆さんありがとうございます。キラキラ星本当に嬉しい嬉しい。そうキミとっていう感じですね。アフタートークね、誰だろうね、お楽しみに。そう今日はカツカツスケジュールなのですよ。おはよう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 。あ待ち受けのやつ、ファンクラブのガチャかな、ユナ出た、やった。ゴルフウェアのオフショットもX に載せたい気分。モレナキュン。昨日ね朝やっぱさ寝るときってさ起きれるか怖いじゃん、怖い思いをしてさ寝るじゃん。だるま女王はリカツさんに22万差をつけました。もうみんな本当に感謝が止まらないです。そうちょっとほんまにありがとう。そうドキドキしながら寝るじゃん、しかももう配信をこの8時にするって言ってるから、それより早く起きなきゃいけなくて、で昨日配信終わって、昨日12時に配信終わったじゃないですか、12時に配信終わってもう急いでお風呂に入って、もうお風呂も結構浸からなきゃ、次の日公演だから浸かりたくて、お風呂30分ぐらいで出て、そう昨日のルーティーン、昨日から今日にかけてのルーティーンを今から説明するね昨日からそうこんなにユーナの一部始終を公開 した何公開する日が来るなんとね。そうルーティン紹介で、それでなんだ結局なんかいろいろしてたら、あと僕対公演のなんか振りとかやって、何時だ結局1時ぐらいになったのかな、1時ぐらいで、それでお母さんから LINE 来てたからそれを返してたんですよ。
それを返して、いや明日起きれるかなっていう LINE をしたい。 お母さんはこういうの時間大体寝てるやん、深夜の1時とか深夜の1時とかね、寝てるやん、寝てるんけど、そう LINE の通知で起こしちゃって、そう起きれるかなって言って LINE したら、みんなが待ってくれとるってみんなが待ってくれとるみたいな。 それで、まあ、ほんまにで、それで電話かけて電話かけて、めっちゃ寝起きだった。起こした、 LINE の通知で起こしちゃった。そう、ほんまに感謝ですっていう、感謝だよねっていう電話をしました。そうほんまに、そうほんまに感謝が止まりません。そうお母なんとママなんどっちにしようか。お母なんかなお母、ママとは呼んだことないんです。イノセンスさんありがとう、ユニバースさん、ノンタンさん、ヤンシーヤキさん、ナンバフレモンおじさんありがとう、キノコのクッパさん、リチャさんありがとう、ありがとうございます。昼休みさん、パワーバブさん、ヤシゲさん結婚してありがとう、無理ありがとう、モリモリさん、ガトルさんありがとう、お腹すいた、お腹すいた、みんな朝ごはん何食べるの？そう、あの、あと他にも話したわ。結構それから30分ぐらい電話に付き合わせた。あ、パンパンが多いな、やっぱり。パンが多い。エピソード、あ、みんなトースト多い。ジャリパン、いいね。パンとコーヒー、わ、最高、めっちゃすごい。みんなパンやん。みんなパンやん。メロンクロワッサンって最高。最高最高、中で朝定食。みんな、みんなめっちゃ素敵な朝を迎えてるやん。みんな素敵な朝を迎えてて最高。ゆうなん、ご飯か、ご飯は少ないね。あ、ホテルのビュッフェ最高、素敵な朝だね。みんなパン最高だ。やっぱ朝パン派が多いのかな。ゆうなん何食べるの？ゆうなんね、おにぎり買ってるよ。おにぎり買ってる。あとフルーツ買った、コンビニで昨日。藤翔さんありがとう、指数がすごいね、本当にたくさんありがとうございます。あと7分の予定だったんですけど、ちょっとだけ延長します。朝食ついてないよ。コンビニのカットフルーツつい買って、え、めっちゃわかる、めっちゃわかる、めっちゃわかる。昨日の残りのカレー、うわ、美味しいやつね。2日目が美味しいやつね。朝からカリカリ梅最高。それはユイナ、ミユイナじゃない、それ。ユイナもカリカリ梅食べてる気がする。昨日もカリカリ梅食べた。新幹線さ、2人席とさ3席あるじゃん。3席、そう、ひーちゃん、私、ユイナ、のアピさんだったもうどういう並びか分かんない。そう、適当なんですよ、まあ、パッて渡されるから。だいたいね、待ち合わせをね、待ち合わせ連番したら、急にオタク用語そう、なんか隣になることが多いと、あの、こうやって渡されるから。でも隣でね、廊下じゃないわ、通路挟んでこっち側にユイナがいて、カリカリ梅食べてたね。そう、結構大事よね、でも席って。しかも結構移動時間あるから、
4時間以上あるからすごいよ。豆太郎大きなさん、ブーさん、ももちゃん、レインボースターたくさんありがとう。欲しい。しぎあきさん、まさかずさんありがとう。ふう、辞書さん読んだ、ありがとう。おいでます元気さん、ありがとうございます。誰なん言うな。ワイームさん、え、そうそう、ちょっとお母さんと電話した話の続き急に思い出した。そう、クッキーの時もあの写真集のイベントと重なってて、で、みんあのギフトでそう応援してくださるから、あのなんか他のギフトじゃなくてみんながクッキーのギフトに変えてくれて、それで応援してくださったから1位になることができて、だからそう今回もこのイベントがそのシルバーダルマのやつと被ってて、皆さんがダルマで応援してくださるから、もうみんな本当にあのちょっと思い出すことがあるよねっていう話をしました。おはよう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 。ゆうなん好きなお菓子とかある？え、お菓子は好きだな、全部好きけどね、何が好きだろう。昨日じゃがりこ買った、じゃがりこ好きだし、あとなんだろう、え、ミーノが好き、ミーノが好きですね。ミーノの大豆、あと何が好きだろう。え、でも普通に甘いの好き、甘い系のやつは好きです。グミも好きよ、グミはね持ち歩いてる。ラップーさんありがとう、ありがくま。ほんまにポスト笑った、ほんまにポスト笑った、あれ面白すぎてもう朝から爆笑したよ、ありがとう。こんな感じのやつ、もうありがとう、ありがとうございます。 X のポストも皆さん全部見てるから、ハッシュタグシャレユナ、編集部さんありがとう、たくさんだいぶ。そう、大豆のミーノあんまり売ってるの見ない。嘘マジ。あ、でもそんなめっちゃ私もミーノってあんまり、確かにじゃがりことかそういうのに比べたらはあんま見たことないかも。え、見ない。そう、美味しいのよミーノ、食べてなかったんだけど、そう食べてハマった。ゆうなおはようございます。おはよう、おはよう、朝だよ、今日も頑張ろう。おはよう、朝だよ、おはよう、朝だよ。みんなの、みんなと一緒に朝を過ごしてる気分。早起きは三文の得っていうじゃないですか。皆さんはなんか得したことありますか、早起きで。え、ちょっと早起き三文の 得エピソードやろう。今から早起き三文の得エピソード教えて、みんなの。きのこのかっぱさんありがとう、ティガーさん、編成風さん、かわいい、ありがとう。かわいい、ありがとう。おにゃけさんありがとう。なんか得したことある？三文の得、早起きの。みんななんでそんなに優しい？みんななんでそんなに優しい？もう全部のコメントが今とか、今のゆうなを見れてることとか、ガチ寝起きとか、ほんまに優しいね。意外と得しない、やばい。え、嬉しい。
今この配信を見てくれてるも私もみんなと会えてサモの徳のうちに入りました。ほんまに嬉しい。もうそのコメントしかなくて、もうそれを言われる、それ言われ待ちみたいになっちゃったじゃん。え、なんかさ、今さっきさ、あ、9時？一斉に9時っていうコメントが来た。9時だ。あと15分ちょっと配信。ちょっと延長で。ちょっと延長する。今朝ゆなに出会えた。え、今日から押してくれるって言ってたよね。今日から押してくれるって言ってたよね。嬉しい。一日の中でゆなを思う時間が増えた。かっこイケボ。わ、そのイケボイス届いた。三問ってどれくらいか知ってる？三個の三問の得、三個得があるってことじゃないの？ユナに出会えたのが幸せで、なんか優しいコメントで詰まってるもん。朝からほんまに幸せなコメントばっかり。ありがとう、ギフトで応援してくれて、まあ、感謝が止まりません。ありがとう。編成風さん、ワールさん、くんさん、ありがとう。甘いココさん、宮茂明さん、ありがとう。編成さん、結婚してありがとう。無理、ありがとう。騙されない、騙されません。あ、当日券出る。スタンディング席の当日券です。今日もし今から東京近くに、池袋近くにいらっしゃる方、一部も二部もかな、スタンディング席の方は当日券があるあるみたいで、なんかめちゃくちゃ落選だっていう X のポストを見たんだけど、スタンディングがもう満員だったのかな。あ、スタンディングじゃないや、スタンディングじゃない、シッティング席、なんだ、何席、シッティング席、スタンディング席の反対。あ、初訪問の方、おはようございます。おはよう、初訪問の方、おはよう。この配信見てきてくれてありがとうございます。今日はこの配信で終わっちゃうので、また明日も配信するので、フォローしてくださると嬉しいです。あとキラキラ星で応援してくださるとめちゃくちゃ喜びます。イベントがあと3日で、あと3日ってことは今日はもう配信できないから、23、24、25、あと3日なのか、結局あと3日だ。今日初めて幸せを生で見ます。え、ちょっとじゃあ推しメンになってくれるようにいっぱい頑張ることにする。ありがとう、楽しみ。私も配信ないからね。だるまは、そう、だるまは明日まで、明日の10時ぐらいまでだから、明日8時半ぐらいから10時ぐらいまでやりたい気分、そのぐらいになるかも明日は。あとオンライン話し会だからね、だから明日はその配信で終わりぐらいになっちゃうかも。ゆなの X のポスト、今気づいたんやけど写真めっちゃ綺麗なんやけど、え、嬉しい。そう、今日おはポスした。今日おはポスしたねん。みんながさ、8時までさ、8時に配信始まるじゃん。昨日8時起きれるかなって言って、結局寝たのはね、5時ぐらいだったけど、何の話したっけ。あ、そうそう、おはようポストで
やばすぎる、喋ってて急に忘れちゃった。何の話したっけ。あ、そうそうちょっと急に寝ぼけ始めててやばい。そうそう、 X のポストでみんなでゆうなが起きてるってことを証明した。おはようおはよう、東京新規増やそうね。ちょっと髪型とかも大事になってきそうだな。ファンになってもらえるように頑張ります。ほんまにほんまにほんまにしっかりしてほしいえ、X フォローしてなかったね。フォローしました。嬉しい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 。そう、 X の方もフォローしてくださると嬉しいです。これね、あ、これビスのやつに変えようと思ってたんだ。そう、 X ここにあるやつ、フォロー嬉しいですって書いてあるところ、 X はアットマーク石原 ISHIHAA、 あ、そう、 HARA 伸ばし棒 YUUNA 全部小文字です。すごいよ。あと4分ぐらいしたら壇上読んで、あ、嘘、もう少しいける。あと7分ぐらいしたら壇上読みたいと思います。いけるいける。ていうか結婚してありがとう。カメリーケース結婚してありがとう。騙されない、寝ぼけてると思って。ヤンシゲアキさん、守護星さん、ありがとう。ガンちゃんヨッシーさん、ありがとう。朝から来てくれてありがとうございます。悲劇のヒーローさん、桜亭さん、かな、一生かなちゃんの推し、からし大根が結婚して、ゆうな推しだったのに他の子をしてるから結婚しない、ありがとうちゃんと理由がある、ちゃんと理由があるのは結婚しないっていうこと。くんさん、ありがとう。濱井ゴーゴさん、ありがとう。ギリギリゆうな、今日はこの後アイドルファイルボリューム33を買ってくる。お、あの、あれ、 X のポストでお知らせ待ってるね。はあ、昨日事務所行くから、昨日事務所行くからアイドルファイルあるか見てくるねって言ってさ、結局事務所行かなかった。昨日事務所行かなかったんだよね、結局。そうだからね、ちょっとマネージャーさんに聞くことにする。マネージャーさんに聞いて、もしあるって言われたらちょっと取りに行くことにする。ちょっと聞いてみることにした。マネネさんに聞いてみます。かんちゃんしさん、かわいい、ありがとう。パパパさん、ありがとう。あ、フォローしてくれた。漏れなくキュンがつきます、今。ありがとう、そこのあなたそこのあなた、やばい。あ、今日夜行きます。最善神手は神手、私めちゃくちゃ行く気がするな。ゆうなに夢中になれるやなってくれるかな。エリックさん、ありがとうございます。おはよう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 。10分なう、9時10分なう。待って、盛り上がりの指数がやばい。もう朝から来てくれてありがとうございます。朝からこんなに盛り上がりの指数がこんなに上がったの初めて。ありがとう。ミシルボイさん、ありがとう。ね、朝からこんなに、そう、ありがとう、来てくれて。
また会えるのは、配信で会えるのは明日になるかな。もう本当に 0.00、 まだ確率が下がっちゃった、 0.1% ぐらいで、公演の合間に3分できたらいいぐらい3分できたらちょっと確認だけして、いやできるかちょっと確認してみたいと思います。でも明日会えると思ってて欲しいな。明日はオンライン話し会だから、明日オンライン話し会だからね、オンライン話し会が終わってからになるかな、オンライン話し会が終わってからだから、6時ぐらいからやるかな。まだ決めてない、まだそこら辺は決めてないけど、また配信予約とか X かまたはメールで、カラスがいた新幹線早めに走ってくれないのやばい。確かに新幹線あれ以上早く走ったらもう やばい速度で、いや、やばそう。明日のオンライン話がユナの参加できません、なんでなんで、そう、お知らせしますね。明日はまた公演が、明日オンライン話し会が終わったぐらいでお知らせしようと思います。明日の配信時間は、池袋カラス多いのマジなんで。かんちゃんゆうじさんありがとう、昼休みさんありがとう、だるま、あ、タコ、あと3分したら壇上を読みます。リリーベおじさんさんありがとう本日の会場は池袋です。クラブミクサさん池袋の、メデューさんありがとう、カメリアケイさんありがとう、ヨキミルさんありがとう、タコ、あ、追加枠受付中ですよ皆さん。お話し会の方もですね、あの追加枠があってですね、受付中なので絶賛オンラインお話し会も、そこでもし今ちょっとでもユーナが気になるって思ってくれた方、1枚から会いに来てください。ぜひ追加したやで、ありがとう、追加枠ほんまに嬉しいねん、ほんまに嬉しいからぜひ会いに来てくれると嬉しい。初めての追加枠なのです。嬉しい、フォローしてくれて、もれなく気温つき、あなただよ、ありがとう。また完売するのはやばいよね、追加枠。そう、3期生では初めてなんです、追加枠。嬉しかったよ。今14分、やばい、あと1分だ、読まなきゃ。壇上はめちゃくちゃ読みたいんですけど、読みたくないっていう、みん終わっちゃうから。たかさんありがとう、平成夫さんありがとう、宮重幸さん、ガンチェンヤシさん、まさくんさん、ホフマンさんありがとうございます。おはよう。次のシングルはタイミングね、あ、待ってるね、いつでも待ってる。3位まで38万。待って、もうほんまに、もう差がどんどん縮まってて、もう、なんか、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。15分。9時15分。ピエン。ピエン、まあ私がもうバババババって用意するって言ってたのが、もう
ババって用意するから、じゃあ今から誕生日ます、え、でもギリギリって思うじゃん、でもちょっとだけちょっとだけ用意できるから大丈夫、ありがとう、明日またオンライン話し会とよろしくお願いします、また配信時間はこのこれの配信予告かメールか X で絶対言うので待っててください。朝からたくさん、ほんまにありがとうございました。13位カムカムさんありがとうございます。12位ヤンシギヤキさんありがとうございます。11位バーバブさんありがとうございます。10位シャレユージロさんありがとうございます。9位ワールさんありがとうございます。8位ユニバースさんありがとうございます。7位浜谷55さんありがとうございます。6位ももちゃんありがとうございます。5位やすべさんありがとうございます。4位ポジハメさんありがとうございます。3位編成風さんありがとうございます。2位カメリアケイさんありがとうございます。1位はキノコのかパパさんありがとう、ありがとう、ありがとう、来てくれて、朝のお手でやばい、18分になったら切ろうかな、あと2分だけ用意できるので、私は任せてください、絶対間に合うので、絶対に間に合うのであと2分だけ、朝から来てくれてありがとう、お疲れ様でした、公園頑張ってね、ありがとう、そう公園行ってきます、少しタカさんありがとう、エリックさんありがとう、日野ひろさんありがとう、まさくんさんありがとうございます、公園行ってくるね、楽しんできてね、ありがとう、朝から皆さん本当に来てくれてありがとうございました、嬉しかったよ、ゆうな頑張って、ありがとう、あと1分ある、あと1分あるあと1分ある、ありがとう、そう思う、行ってくるね、朝からいい気分、私もみんなと会えて朝から嬉しい気分、ありがとう、おやすみ、あ、おやすみじゃない、みんな起きて、おはようだよ、おやすみじゃない、おはよう、おはよう、ありがとう、バイバイ、コミュニケーションありがとう、最高の朝でした、ありがとう、おやすみ、あ、おやすみだから、おやすみじゃないってば、おやすみじゃない、バイバーイ